毎年3月になると、フロリダ州のベオーランドだね、オーランドという町に、ベイヒルゴルフクラブ&ロッジといって、まあ、アーノルド・パーマーさんが愛した住んでいた場所がコースがあります。そこで行われるアーノルド・パーマーインビテーショナルという PGA ツアーにですね、プロアマーの枠が、まあ、枠をいただいたもんですから14年前の話ですけど、それがずっと続いてるわけだ。で、今年も6人のアマチュアゴルファーの方をお連れしまして、でその中の一人がさ、よく知ってる小林和人さん、皆さんよく知ってますよね。ゴルフの今 YouTuber としても大活躍してるし、まあ、ゴルフトゥデイの編集長をやったりとかね、ゴルフジャーナリストとしてもずっと長年ゴルフ界の、ためにこう働いて、でね、あの方をこう連れしたんですよ。まあ、でプレーをするわけですけど、小林さんはね、いやそれ嬉しいわけですよ、こっちはね。なぜかというとね、小林さんゴルフ大好きなのよ。でゴルフ大好きな人をああいう場所に連れて行って、その人を見てるだけで俺はもうむちゃくちゃ嬉しいわけよ、楽しいわけよ。何を見てるのかなとかね、で、まあ、まあ放置プレイじゃないけどさ、アメリカのね、まあ、全然知らないところに行って本当にあと勝手にやってくださいと、そういうそのなんていうかことをしても、あの方はあの人は自分でちゃんといろんな楽しみ方ができるんだよね。だから逆に常に一緒にいなきゃいけないという人も中にはいるんだけれども、そうじゃなくて小林さんの場合は、自分でその一人でその空間その場所を本当にこう満喫してるというのがね、こうよく分かって、またそれはそれで嬉しかったんだけどね。それとまた小林さんとは今回、まあ、僕は今小林監督っていう呼び方をするわけよ。やっぱり YouTube であれだけいろんな人をプロデュースしてるっていうその能力もすごいものがあるから、やっぱ監督なんだよね、あの人はね。小林監督、監督ゴルフ行こうって言って、まあ2回ぐらいかな、プロアマの前にラウンドをすることができて、まあ、それもカッパーヘッドって言ってさ、来週だよ来週、今週がさ TPC アットソーグラスのプレイズチャンピオンシップでしょ、 PGA ツアーは。来週そのカッパーヘッドっていうところで PGA ツアーやるわけ。そのコースで一緒に回ったりとかね、でその一緒に回ってまた楽しいわけさ。ゴルフが大好きな人で、まああいう場所にこうね一緒に行って、すごいコースのセッティングとかさ、コースってそれぞれ顔が違うからね。で、まあ、フロリダで太陽がさんさんとしてこう芝生が緑でどこでもいいじゃんってわけじゃないんで、やっぱりその趣ってのがあって、その中でもカッパーヘッド良かったし、それからベラコリーナっていって松山英樹がメンバーだって、まあニック・ファルドが設計したという、ここがまた良くてさ、まあ、そこでも小林さんと回ったんだけど、回りながらね、なんていうの、こう一つ一つこうブツブツ言いながら打つわけですよ、あの人は。こう力んじゃいけない力んじゃいけない、こうするんだああするんだ、まあその時に大切にしている、自分の、まあ、キーになるポイントね、まあ、それをこうブツブツ言いながらこうするんだああするんだってバシッとやって、ちゃんといい手も打つわけよ。やっぱり自分が上手くなりたいということを本当に真剣に考えて、ゴルフを楽しみたい、ゴルフが好きでたまらない、そこをね、もう本当手抜かないんだね。あの姿を見ていてね、まあ、俺はまた嬉しくなるわけ、だからゴルフって、じゃあそれ一回いいショットができました、いいスコアが出ました、いい場所に行けました、じゃあもういいやってことはないんだよね。もうまたもっとさらに上に行きたいっていう、もうとにかくこの上が想像できないぐらいこう高いところがあるから、この先のことを考えるとワクワクするっていうね、ゴルフというスポーツの独特なもんだと思うんだけど、まあ俺はだからそういう小林さんって方と知り合って、小林さんはああいう場所にいて見て、うわーやっぱゴルフっていいなって、小林さんもいいなってすごくね今回はそう思いました。でこのベイヒルという場所、パーマンさんというとの縁ができて、
ああいうところにね、まあ、そういう方を小林さんみたいな方を連れてけ、連れてくことができて、やっぱり良かったなと思いました。はい。で、これ見てるさ、まあ、何人の人がこれ見ててくれてるか分かんないけどさ、小林和人さんの、ハイスペックゴルフ YouTube ちょっと見てください。ぜひ見て。3ホール一緒にさ、小林さん監督と対決したりとかね、そんなことも向こうでやりましたんで、まあむちゃくちゃ面白かったです。でやっぱり、ゴルフはいいですよ今ね、まあ、日本いろいろあって、世界もこうなんかよく分かんないような状況になってきちゃったけど、まあね、みんなでさ外出てゴルフやりゃいいと思うんだよね、うん、ゴルフ場空気いいからさ、ゴルフ場でみんなで遊ぶとかさ、今こそゴルフのなんか力っていうのを、まあ、とにかく、ゴルフというスポーツ今からでもっともっと楽しみ方ね、あると思うので、とても嬉しくて、そういうことをちょっとこう誰かに聞いてもらいたくて、このカメラを通してですね、映像を通して皆さんに語りかけられたら、この気持ちが伝われば嬉しいなと。小林さんも見てますか、はい、また一緒にゴルフやりたいと思います。それでは皆さん、心に熱烈で終わりますが、失礼します。